侍翔です。なんとメロンパーカーがついにアニメ化しましたということですね。舞台は学園なんで侍翔なんと学生になりました一応20歳超えてんねんけどな。1話公開済みなんでぜひ概要欄から見てね。ということで今回やっていく企画は長寿企画、 TikTok にツッコミを入れるっていう体で僕と一緒に TikTok を見ていこうのコーナー第24弾です。この動画がいいなと思っていただけた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。TikTok もっとやってほしいよって思ってくれてる人がいたら高評価よろしくお願いします。目指せ30段。はい、それでは早速本編見ていきましょう。これだ。毎日毎日笑いをありがとう。こけたことをなかったことにするやつ。かわいい。ああ、こけちゃった。こけたついでにおもちゃで遊ぼうちゃうね。切り替え早いね。これはなんかユニバのマリオエリアのやつやね。この子らは身長差カップルかな。おお、これね、ジャンプするやつね。ジャンプ。全然届いてない。ギリ押せてるか。ああ、困ってる。困ってるわ。彼氏どうする？彼氏かっこいいな。本気で飛べや。可愛いんご、妬ましいんご、別に羨ましくなんかある？私が可哀想すぎる。143センチだけど届きました。もうみんな嫉妬で頭おかしくなってる。おお、美味しそう。こういうシンプルなんが結局一番うまいねんな。美味しくなさそう。閉じんな。これはあれかな、キャンプ動画かな。お、テントの中、撮影者目覚めたね。これあれや、開けたら超綺麗な大自然のやつやん。イオンのキャンプコーナー。これはあれ、自分の顔と似てるアニメキャラを探してくれるフィルターみたいなやつ。まあでもこれ外国人さんやからね。これアニメキャラ言うてもね。進撃の巨人のキーズね、これ。もう一回やんの？じゃあもう。何回やんの？可愛くやったらもしかしたらね、何回やっても怖いおっさん。おー、これはリトルグリーンメンのクッキー作りかな。あ、これが理想ってことね。これ通りに作れたらいいってことね。なるほどね。あれ最近振りまいたこれ。おー、ゲボってるゲボってる。ストレス溜まっとんか。ストレス溜まっとんか。あ、子供子供ちょっとちょっとちょっと子供、あかんよ。ママを見て。そう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 。そう、ママ通りにしような。優しくね、これね。あ、ちょっと強いけど、まあでもさっきよりかはいい感じ。やればできんじゃん。なんで最後で台無しにするやつ。あ、じゃあ自己紹介僕からいいですか。あ、自己紹介ね。石原歩26歳エンジニアやってます。エンジニア、趣味は読書とスキューバダイビング、あと料理とかですかね。すごいねこの人。もう完璧やねこの人。絶対音感があるんで。絶対音感もあるの？もう大人気よこの人。絶対全国行ってます。座右の銘は軽犯罪は犯罪ではない。一気に関わりたくなくなったわ。加工を外します。こういう加工を外しますけ、結局素材がいいから顔のね。もう美人やね、変えたところでこれ。僕見る目ないんかな。これは満員電車かな。おさん何してんの？めっちゃガン飛ばしてるけど。マスク外して僕怒ってるよってアピールすな。なんやねんその顔。戻すんかい。いい年したおっさんが何してんねん。でかい。これはお母さんを下から子供が撮ってるんかな。あ、なるほどね。お父さんが引っ張ってお母さんのことをいろんな角度で撮ってるんか。これすごいね。絶対いい写真なんで。お父さん気づいて、あなたの息子めちゃくちゃ自撮りしてますよ。だいぶ決め顔で。日付変わると同時にお祝いしてくれたんだけど。お、誕生日祝ってくれてるか。せやな、ちょっと公園やから声抑えめにして。えらいえらい。ハッピーバースデートゥーユー。ちょっと待って、ちょっと待って、クラッカーの音。やばい。最後で全部台無しよ。